障の話を聞きたいんですけれども、はい、いわゆる安保法制化、はい、まあさらに今ね、武器輸出、装備移転三原則の見直しというような形で、はい、まあ日本がだんだんですね、そのまあ国際社会において、応分の負担をね、果たしていかなきゃいけないというモードに今切り替わっています。で、維新はね、まあ割とこういうものに対しては積極的というふうに言われてますが、すねうん、この辺ね、まあ立憲民主党との違いなんかも含めて、ぜひコメントしていただきたい。そうですね、今回もいろいろと防衛装備品の移転の見直しとか、あと、はい、あの防衛産業をちゃんと持続可能にする法案とかが、はい、審議されまして、はい、で、まあ、あの、最後は、そこのね、防衛産業の持続可能性については、はい、最後立憲も賛成したんですけども、まあ、かなり渋々賛成。渋々賛成みたいな。なるほど。で、まあ、共産党さんも大反対で、あ、はいはい、まあ、反対派の参考人とかで、ね、やり合ってたんですけども、はい、結局こっちが軍備を増強すれば、はい、まあ、軍拡競争になって、はい、で結局その戦争が起きるみたいな、はい、じゃあこっちがその増強しなければ相手をおとなしくしてくれるのかって言ったら、はい、今の中国みたいなそんなことないが当たり前に分かるわけじゃないですか。そうです、はい、まあ、我々がね、ずっと防衛費は 1% ルールがあって、はい、この20年30年変わってこなかったのに、はい、中国のもう軍事費はもうめちゃくちゃ増えてるわけですから、そうです、ていうか我々もやっぱりちゃんと対抗しなきゃいけないのと、はい、でも当然日本一国ではね、はい、ここで伸びてる中国で対抗できないので、はい、国際協調が必要、はい、国際協調するときに日本はヘルメットと防弾チョッキしか送れませんとか食料品しか送れませんっていうのじゃ、それは ねアメリカも同盟国もじゃあつけましょうかってならないわけですから、ね、はい、そこはやっぱり積極に見直していってです、ね、はい、日本も相応の責任が果たせる国にしなきゃいけないという、僕ら現実路線で当たり前の主張をさせていただいてると思うんですけども、素晴らしい、うん、まあ、立憲さんとか共産党さんはかなりそれに対して抵抗されていると、ね、いや私ねこの件でね、はい、維新にねやっぱりね、あの綱領ね、党の綱領をね、はい、自民党と共産党の綱領って、一応こう歴史観があるんですよ。はい、でも他の党の綱領って改革とかそういうのであんま歴史観ないので、東西冷戦からね、はい、それが終わって、そしてハイブリッド戦争の時代に入りみたいな、なんか新しいこの歴史観の、そういう、もうちょっとイデオロギー入っちゃうんですけど、でもまあ維新のイデオロギーって割とちょっとリバタリアン的な、まあそういうのあるじゃないですか。まあ自由が本当に大事だと、うん。自由を守るために我々はこう義務があるんだみたいな、そういう立場で、なんかそういう交流を作ってくれると嬉しいなと思うんですけどね。すいません、これちょっと宿題に、これからの勝手な宿題させてもらいたいんですけど、まあ本当そうです。あの、まあ今日本は同盟側ですよね。うん、国際秩序を守る側にいて、ルールはもう一個しかないと。ね、武力による現状変更禁止ですと。でそれやったら全員で制裁しますと、うん、これだけなんですけど、制裁するときに制裁する力がないと、破る側が言うこと聞かないんですよ。そうですね。ね。で、ロシアはそう思ったんですよ、はい。ウクライナは弱いしすぐ取れるし、うん、誰も助けに来ないと思ったら、うん、ウクライナ強くて、みんな助けに来たんで、今ロシアは窮地に落ちてる、やっぱり侵略なんかダメだねってことで、うん、中国もちょっと今躊躇してるじゃないですか。まあ、台湾侵攻とかね、あの、一応まあその、勇ましいことは言ってますけど、まあ実際にはどうかってところね、うん。まあでもわかんないですよ、いつ来るか、うん。誤解しただけで来ちゃうというところのポイントで。で、今の音喜多さんの本当におっしゃる通りで、こっちが弱くて、抵抗する能力がないって時にむしろ来るんです。そうですよね。で、こっちが準備してて、で、かなり強いぞってなると来ないんですよ。だからどちらが緊張を高めているかっていうのを僕はよく考えてほしいなと、うん、そこの世界観もね、あの維新の人とは結構共有できるので、うん、まあ除く鈴木宗男さんもちろんウクライナでもね、あの独自支援をね、たくさんやってますので、ぜひやっていただいて、今回やっぱ分かったのはやっぱ自分たちで戦わないと、はい、自分たちの国を守る機会を見せないと、はい、国際社会は助けに来ないと、いやその通りです、でもやっぱりウクライナはね、はい、最初亡命しろって EU、はい、は言ったわけですよね、はい、あの時ゼレンスキーさんがパリなりなんなりもうすぐ亡命したら、はい、もうあっという間に占拠されて、その通りです、国際社会も手を差し伸べなかったと、はい、でも踏みとどまって戦って、はい、3日で落ちるとか言われてたのが1ヶ月2ヶ月持ったから、1年以上持ってますよ、ドイツとかも最初はヘルメットしか送らなかったドイツが、もうやっぱり戦車もいっぱい持ってますよ、もう手のひら返したように支援をして武器、はい、最新の武器を供与するようになったって、これはまさに、まあ、本当に日本が他山の石として学ぶべきところで、本当そうですね、それは中国と全面戦争したって勝てないかもしれないですけど、うん、でも自分の国はやっぱり一定期間守り抜いて、はい、そして国際社会が手を差し伸べるまで、はい、保てばそこから反転攻勢できるわけですから、これやっぱしっかり私は学ぶべきだなというふうに思います、ね、これいい対比がね、アフガニスタン政府軍、うん、はいはい、逃げちゃいましたよ、逃げましたね、1ヶ月持たなかったですよね、うん、でウクライナ戦いました、で古くは南ベトナム政府、まあ、2、3年頑張ったけどやっぱダメでした、うん、ね、あとイラク政府軍今まだ頑張ってますけど、はい、まあ、こんな感じでだから自分のことまず自分で守ると、うん、で自分で守ってある程度押し返しているところはみんなが助けに行く、これまさに国際社会のルールなんですね、そうですね、だからそういう形でまあ日本もね防衛力増強しなきゃいけないんですが、そのために憲法改正、憲法改正ですよ、どうですか、いやー本当にね、僕はもうこれは自民党にも責任はあると思いますね、やっぱやる気があるようでやる気がないと、はい、で今日も憲法審査会、まあ、最後国会も閉じる間際にやってますけども、はいはい、総裁選の任期が来年9月だと、岸田さんは自分の任期中にやるって言ってるんだから、うん、ちょっと
半年くらいね、国民投票からかかるわけだから、はい、来年の1月とか2月には発議しないと、うん、もう総裁選の任期来ちゃうんだから、そうですね、もうそろそろ取りまとめ入らなきゃいけないんじゃないのっていうと、なんか総裁選の任期とは言ってないとか、ちょっとまたゴールポストをずらしつつ、ちょっと逃げようとして自民党議員がそれを発言してみたりとか、まあ、岸田さんがそれだけでどう言うかもありますけど、はい、なんか本気で総裁選の任期までやる気があるのかっていうと、ちょっと感じられないですよね。なるほどね。まあ、維新としては憲法改正した方が良いという立場ですね。はいはい、3条にあれですか、あの、日本国政府は軍隊を持つみたいな、自分を加える。一応僕らは自衛隊の明記というところで、実力組織としての自衛隊をしっかり保持するというような内容を、はい、なんか記載してですね、はい、まあ、自衛隊というのは基本国防軍なので、国防規定は、はい、まあ、自衛隊というのはちゃんと認めると書けば、はい、まあ、そこを意味するということで、まあ、シンプルにそこで書き込もうというのが我々の提案ですね。これで、まあ、いわゆるその、まあ、東大憲法学のね、はい、あの誤った解釈を、これでもう憲法上完全否定して、でこれでまあ次は自衛隊法改正ですかね。あ、それもあると思いますけどね、はい、やっぱりこうしっかりあの今言うのべからず法というかね、まあ、はい、べき法か、これだけやっていいよっていう、はい、ポジティブリストからネガティブリストへ、これだけやっちゃダメよっていうのをやっぱ転換することで自衛隊の幅が広がりますから、なるほど。そのためやっぱこの憲法改正も直接はもちろん因果関係ないんですが、はい、やっぱり自衛隊ちゃんと明記っていうの、はい、違憲の疑惑というのを払拭して、うん、そしてやっぱりこのやっちゃいけないこと以外はやっていいというふうに活動の幅を広げて、はい、やっぱ国際社会にやっぱもっと信頼される自衛隊を作っていくっていうのはやっぱすごくやるべきことだと思います。なるほどね、うん、いや、いいこと言いますね。これでも維新が野党だからそんな無責任なこと言えるんじゃないですか。大丈夫なんですか。まあ、まずはでも野党第一党、野党第一党から、そしてまあ政権交代目指しますけども、そうですね、うちが野党第一党になれば、はい、憲法改正のだいぶ前に進むというか、ね、ですね。それは確かにそうですね。言えば立憲さんが第一党なんで、そこに自民党は甘えてて、はい、まあ、立憲さんが納得しない限り、はい、発議はできないとかですね。いや、立憲のせいにしてからが進めたかったない。で、やっぱ憲法改正発議してね、はい、国民投票でじゃあ否決されたら、はい、それはもう内閣は総辞職っていうか、多分そこはその内閣は多分一旦ね、はい、リセットされちゃうと思うんですよ。ね、だからやっぱり、はい、実はやりたくないわけですよ、彼らは。そこを僕らが第一党になったら押し叩いて、はい、僕ら住民投票2回やってね、大将の首2人取られてるわけですよ。なるほど。そう、ビビるなと、そんなこと。身を切れと。身を切れと。この憲法に突き進めと、僕らが野党第一党でやって、戦って、憲法改正の発議に一直線に行くと。ああ、そういうことなんですね。なるほど。まあ、あの、馬場代表もね、はい、まずは立憲を潰すと。怒ってましたね。あの、馬場さんのあの、花田に書いたやつ、はい、そのまま読み上げただけで、動画めっちゃバズったんで、馬場さんによろしくお伝えください。はい。またじゃあちょっと取材に来させていただきますので、よろしくお願いします、はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひですね、高評価のボタンと、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。はい、よろしくお願いします。ガオー